皆さんこんにちは、精神科医の木村好美です。今回はワールドサッカーダイジェストさんが発行するこちらのヨーロッパサッカーズデイ2022-2023 シーズン開幕号を使って、私が推しているマンチェスターシティについて徹底解説していきたいと思います。木村さん、いつもの先生と呼ばせていただいてるんですか？あの、実は私、はい、スポーツのアスリートとか目指していただいてますけど、はいはい、アスリートもバラバラなんで、なるほど、先生もいるし、はい、木村さんもいるし、はい、好みもいるし、じゃあ今日はせっかくなので先生って呼ばせていただいてもいいですか？ありがとうございます、はい、先生、はい、一応シティのファンっていうふうに伺ってるんですけど、はい、はい、今日はあの一応精神科医としてというよりは、はい、あのシティの一サポーターとしてということなので、はいはい、ちょっと一回ここから脱がせていただいて、ありがとうございます。すいません、じゃあちょっとのこちらのね、はい、シティの今シーズンのユニフォームで、はい、行かせていただこうと思います。ありがとうございます。私あの持ち物もですね、はい、これ iPod ケース、はいはい、iPod ケース4でなんですけど、はい、私 あの一番推しカイルウォーカ ー、こちらは大体持ち物あの手帳とかも全部青いですね。あの全部青い、ね、青いですね。だから私ピアスも全部青いんですよ。あ、なるほど、はい、素晴らしい。いつぐらいから好きになったんですか、シティは？サッカー自体は10歳から好きなんですけど、私はずっと高校生時代から代表はスペイン代表が好きだったんですね。なるほど。で、ダビド・シルバを追いかけてマンチェスター・シティサポーターになりました、はいはいはい、なので、まあ2010、2013ぐらいからですね、はいはいはい、この選手名鑑はご覧になったことありますか？いや、それはもちろん。あ、ありがとうございます。見てますよ。ありがとうございます。見てないわけがないじゃないですか。ね、こちら一番、ね、一番ね、大きくでかいところに今シーズンはいますね。はい、はい、ハーランドも今もう大活躍ですけど、最初からね、あのハーランドさせていただきまして、で、まあ開いて、まあ一番最初に来るのがですね、我がマンチェスターシティが。はい、一番最初に来ているということで、はい、も本当にありがとうございます。まあまあ優勝したんだよね。そうですね、はい、順位順なんで一応、はい、昨シーズンそうですね、はい、やっぱり見るときにね、これ見ながら結構見たりもするので。そうですよね。そう、やっぱり相手チームのこととかだと知らない選手とかも結構いるんじゃないですか、ね、はい、でまあ移籍もいろいろあるし、 CL とかはやっぱり、あ、そうですね、そうそうそう、他国のね、相手とか知らないチームも結構ね、なんかあんまり知らないチームとかもあるので、はい、そうするとこれ見られるとすごいありがたいなと思いながら見てます。はいはいはい、大リーグだけじゃなくて、はい、そうなんですよ。そうですね。一応 CL 出てるチームは全部モロシ。そうなんですよ。はい、そうですね。そうだから CL 出てる、あと EL の一部かな。でも本当にあの CL 見るものとしては本当にありがたいなと思って使わせていただいております。はい、じゃあまずちょっとユニフォームのお話を伺いたいんですけど、はい、今シーズンのユニフォームどうですか？こちらですね、はい、気に入ってます？はい、結構シンプルでクラシカルな感じになって、はいはい、だから1960年代後半をイメージしたようなユニフォームなんですよね。さらにあの今年あのアウェイのユニフォームが赤黒になったんですよね、はいはいはい、でこれが2011-12シーズン以来なんですよ、はいはいはい、でこの赤黒のユニフォーム、はい、あの結構歴史があって、もともとは1968年、69年にミラン、AC ミランの栄光をあやかってそのユニフォームのデザインになったんですね。なるほど。で、その時に初めて、アウェイのユニフォームになりまして、はい、で、そこで優勝してるんです。あー、なるほどね。FA カップ、はい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 、で、この名鑑のね、あれなんですよね、一番上のところにね、はい、FA カップですね、FA カップ68-69優勝してますよと、はい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 、でその次のですね、69-70、はい、このウィーナーズカップ優勝してますよ、はい、リーグカップ優勝してますよ、この時も赤黒なんですね、はい、あ、なるほど、縁起がいいってことか。そうなんですよ。でその次、2011-12 シーズン、はい、久しぶりに、もう44年ぶりです ね、確かに。そうなんですよ。そのプレミアリーグ優勝の時もアウェイがそのユニフォームだったんですよね。なるほどね。なのでかなり縁起がいいユニフォームだと、うんうんうん、でまあ今年、まあ、まだ残念ながら成し得ていない、はい、チャンピオンズリーグいつ取るかいつ取るかと言われて、はいはい、またこのユニフォームに戻ったということは、まあ、そろそろそれを取るんじゃないかなという期待を込めて、ね、あのユニフォームを見てます。なるほどね、はい、まあ、ハーランドも取ったし、マキーは熟したというか、いやもうね、彼来たから穴がない。
今シーズン結構補強ねかなりしましたからね、はい、そうですね。これあのメーカーにトランスファーのイン&アウトありますけど、はいはい、計1億5000万ユーロ以上ですか投じてますし、そうですね、まあ、その一方でね、そうなんですよ、ジェズスとかジンチェンコとかスターリングとか、はい、今までね結構、まあ、レギュラークラスだった選手をね結構放出したりしてますよ。そうなんですよね。まあやっぱこのメーカー僕らが作ってる時もこのイン&アウトで、はい、こうやってチーム変わったんだなと思いながらやっぱ見てるんで、変わってきますけど後で触れますけどやっぱね紙補強してるんですよね結構シティはやっぱり、はい、あのうまいインアウトも、ね、うん、はいはい、って私は思ってます、はいはい、だから知名度だけで取ってないから、うん、それこそだって今回の、うん、とインだって、はい、もちろんハーランドはね誰でも知ってますけど、じゃあそれ以外の人、うん、めちゃめちゃ知ってるかって言われると、うん、あんまり知らない選手が多いと思うんですよ。まあそうですね、フリアン・アルバレスとかもねヨーロッパ初ですし、そうやっぱりグアルディオラがいるので、うん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 、やっぱりグアルディオラっていう素晴らしい監督の下でチームがあるんだよっていうのがちゃんと保たれるような選手層なのかなっていうふうに思います、はいはい、そのペップ監督はもう7年目ですか、はい、いやそうなんですよ。いやだからあのチャンピオンズリーグ取ってないじゃないですか、うん、そうですね、それがやっぱり彼の中でも気がかりなんじゃないかなとは思ってて、ね、はいはい、だからすごい複雑な気持ちなんですよ、ね、チャンピオンズリーグの時取っちゃってなくなるんじゃないかみたいなね、そう、あの取ってほしい、はい、取ってほしいけどもしそれで満足していなくなっちゃったらどうしようみたいな、はいはいはい、グアルディオラの素晴らしいところは、はい、あのベテランの選手で若手じゃだけじゃなくて、はい、ベテランの選手でも新しい才能を開花させられるところ、うんうんうん、例えば昔だったら、あ今だったら、まあ、ウォーカーとかもそうですし、うんうんうん、あと昔だったら、まあ、オタメンディとか、オタメンディ ね、そのぐらいの世代の選手、オタメンディああなると思わなかったですね。そうなんですよ、ね、そっからもう一歩輝かせるっていうことができるのが、オタメンディちょっと上手くなったもん、いやそう上手くなでそこから上手くなると思わないじゃないですか、うん、ね、あのぐらいの年齢、ね、そうだって30とか超えてからも上手くさせるっていうのが、うん、新しい才能を開かせるっていうのがグアルディオラのやっぱり素晴らしいところだなっていうふうに思います、うん、じゃあちょっとポジション順に見ていきましょうか。はい、はい、まずキーパーから背番号順で、はい、まず最初は背番号18番ゴールキーパーのシュテファン・オルテガ選手です。今シーズン彼入ってきた選手で、はい、すごいなと思うのは2019-20 のシーズンで34試合中30失点14クリーンシートっていう、すごいですね、結構な成績を残してるんですよ、はいはいはい、で、まあ、本人も、まあ、足元のセンスっていうところにも自信持ってるし、うん、自分がそのシティの、まあ、シティってまあエデルソンがいて、はい、まあ、絶対的な選手がいるわけですよね、はいはい、でもその中でも自分のプレースタイルっていうのはシティに結構合ってるっていうのをインタビューでも言ってるので、はいはい、ポゼッションサッカーというか、はい、そういうスタイルに合うキーパーじゃないかじゃないかという期待を今してます、はいはい、続いては背番号31番エデルソン選手です。まあ見た目もいかつく、ここにねタトゥー入ってるからちょっとね怖めなお兄ちゃんに見えるんですけど、まあ、彼といえばまあまあもうビルドアップ、あの攻撃でも彼が必要という、やっぱり11人目のそのフィールドプレーヤーっていうのの現代版サッカーのもうまさに中心にいるっていう選手ですよね。だからあの2018年とか彼がアシストしてアグエロが決めるとか、やっぱそういうこともできちゃう選手なので、それこそ2018年に、はい、あの世界最長のパントキックでギネス取ってるんですよ、そう、それが 75.35m すごいね、やばくないですか、すごいね、そうなんですよ、本当に攻撃って意味では、うん、やっぱここまで面白いのを見せてくれる選手はなかなかいないと思うし、うん、出過ぎちゃう時あるから、ありますね、あのちょ、あとあのトラップしてギリギリであのパス繋ぐ時おおみたいになるじゃないですか、まあちょっとそこはでもまあね、そこも彼のいいところなんですよ ね、まあ、すね、結局なんかそこも好きになっちゃうんですよ、距離みたいな、ね、とこはありますよ、彼のサッカーはそのゴールキーパーってそのゴールマウス守るだけでしょみたいに思ってる方にとっては、うん、新しいサッカーの今こういう現代版のサッカーのゴールキーパーってこうなんだよっていうのを示してくれるようなサッカー選手なんじゃないでしょうか、続いては背番号33番スコット・カーソンです。ス
コット・カーソンはですね、まあ、そんなに正直あんまり試合には出てないんですよ。試合には出てないんだけど、ジェズスに、はい、あの前インタビューをあのしてた動画があって、はい、その中でじゃあ誰一番面白いっていう風に聞いたら、うん、あの彼の名前を言ってるんですよ。彼が一番面白いと。いやめっちゃ面白いらしいですよ。メーカーにもロッカールームで人気があると。あ、ギュンダーも言ってるんですね、はいはいはい、ギュンダーも言ってるし、ジェジュスも言ってるし、フォーデンからも言ってたんですよ。あ、なるほど。だから多分めっちゃ面白い人だと思う。なんかずっと冗談言ってるらしいですよ。でちなみになんかあのこのメーカー見てくださってる方、ね、ちょっとあの何歳かなっていうふうに思うかもしれないですけど、はい、あのクリスチアーノ・ロナウドと同い年です85年はね、はい、はい、今回の動画はここまでです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱ楽しいですね。サッカーについて話してると楽しいですよね。だからなんだろうな、あの白衣を脱いだ瞬間に私は一サッカー好きとしてここに座ってるので、あの完全にそのテンションになってるのですっごい楽しいというわけでですね、まだあのゴールキーパーに続いてあのディフェンダー、ミッドフィルダー、フォワードとどんどん続きますので、皆さんまだまだ2本目3本目も見ていただければと思います。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。